現場の西山さん。はい、5月30日ラーメン西山屋天気予報の時間です。アリース、アリース、声がちっちゃい。アリース、アリース、声がでかい。アリース、アリース。じゃあ空見ましょうか。はい、どんな感じですか空。今日は雨ですね。雨、曇りです。はい、今日は雨のち曇りになってますね。今ちょっと小雨降ってますね。はい、で、雨のち曇りで降水確率 80% で、昼過ぎぐらいから雨は止んで曇りって感じですね。はい、で、最高気温が18度、最低気温、あ、最低気温が18度で最高気温が23度になってます。で、今朝の4時15分ぐらいですね。いなり君、今日どうでした？今日はめちゃめちゃ暇でした。暇でした？めちゃめちゃ暇でした、今日。暇でしたね、やっぱ。はい、働きました？まあ、お客さんが来た時は。来た時は、はい、働きました。そうですね、やっぱ雨の日と月曜日ってやっぱ良くないですね。はい、暇です。なんとか、この今日暇だったから火水木金とお客さん入ってくれると嬉しいですね。はい、最近あと寝れないですよね。寝れないですか？そう、寝ようとすると、はい、蚊が湯で来て、あ、かゆいなと思って、はい、で、蚊が来るじゃないですか。はい、嫌だなと、布団とかかぶると、はい、熱くて、暑いなと思って布団脱ぐと蚊がうーって来て、その繰り返しですよ。はい、まあ、どうすればいいですか？うん、です。虫除けを。虫除けですか？はい、虫除けスプレー。虫除けスプレー、効くんですか？はい、あ、効くと思います。本当ですか？はい、昨日ずっとそんな感じですよ。蚊が来て、布団にかぶって熱くなってまた蚊が来る。そう、痒くてなんか蚊に殺されそうになる。じゃあ、ラーメン西山天気予報でした。アリース、アリース。